午前9時ごろの映像が入ってきました。はい、これ不信任決議案を衆議院に提出するその映像ですね。最新の映像が入ってきました。立憲民主党などの野党4党は、不信任決議案を衆議院に提出したということなんですけれども、これがその様子ですね。はい、はい、立憲民主党の安住国会対策委員長が、不信任決議案を衆議院に提出する様子、このように今映像として入ってきました。昨日ですね、G7 サミットを終えてイギリスから、菅総理大臣帰国しましたけれども、昨日はまず午後4時半ごろから自民党の二階幹事長や、森山国会対策委員長と会談をしました。で今回この、野党の動きに対して不信任決議案提出される模様だというその対応をどうするかということをですね、自民党として話し合ったということなんですが、一方で野党側はですね、午後6時過ぎ立憲民主党、共産党、国民民主党、社民党、そのそれぞれの党首がですね集まって会談を行ったということなんですけれども、アベマニュースでもね昨日その映像を放送させていただきましたが、そして今日一夜明け午前9時ごろですね、立憲民主党などの野党4党が先ほど菅内閣に対する不信任決議案を衆議院に、これで正式に提出したという流れになるんですが、ただ今入ってきている情報ではもうこの午後の衆議院本会議、午後1時ごろから行われるということなんですけれども、反対多数で否決する方針だということですね。